ディアスは東日本旅客鉄道が森岡駅宮古駅間を山田線経由で運行する快速列車である。ここでは同区間で運行される臨時快速列車の三陸トレイン宮古及びふるさと宮古並びに山田線の速達列車の遠隔についても記載する。宮古駅の方向幕かつて山田線の森岡、釜石間で運行されていた各種の急行列車を 統合したもので、当初は特別快速を名乗っていた。2000年代以降は観光需要も重視されるようになり、テーブル付きの車両が用意されたり、同じ区間に観光列車が設定されたりしている。上り宮古発盛岡駅列車が1日1本、下り盛岡発宮古駅列車が1日2本、設定されている。上りは長時間帯、下りは昼時間帯の運行となる。 森岡駅大乗森岡駅、山岸駅上与内駅陸中川駅、森市駅千徳駅宮古駅キハ110系、機動車が2両、または1両で運行される。指定席の設定はなく、全車自由席である。2007年10月20日まではキハ58系機動車、キハ52系機動車が使用されていた。 三陸トレイン宮古三陸トレイン宮古及びふるさと・宮古は森岡駅宮古駅間に設定される臨時快速列車である三陸トレイン宮古が乗って楽しい列車の公式ページに記載されるなど観光列車としての役割が強い一方ふるさと・宮古は帰省客がメインターゲットに置かれている三陸トレイン宮古がほぼ通年の度休日に設定されておりこのうちのお盆 年末年始シーズンの数日間が同じダイヤで、ふるさと宮古の列車名となる。どちらも1日1往復の運転で、森岡発9時台、宮古発14時台の設定となっている。停車駅森岡駅陸中川井駅、森一駅宮古駅 HBE300 系機動車、リゾートアスナロが使用される。全車指定席。かつてハキハ58系機動車改造のジョイフルトレイン。 検事が使用されていたが、引退、廃車に伴って、リゾートアスナロ編成に置き換えられた。優等列車の停車駅は、浜ゆりを参照。ありがとうございます。